さあさあ周りを見渡して、公衆トイレでこれを見つけたらすぐに110番。落ち着く場所ってありますよね。自分の家とか車の中とか公衆トイレとか。いや待った待った、最後の場所で気を抜いたりしちゃ絶対にダメですよ。公衆トイレは特に違法なことやあんなことやこんなことまで行われている場所なんですから。そしてあなたのプライベートな姿を盗撮されたくなければ、よく目を凝らして探しましょう。見慣れないコート掛けを。そうコート掛けなんです。とその話を進める前に忘れちゃいけないお知らせ。赤いボタンを押してブライトサイドのチャンネル登録をしてくださいね。それから新しい動画がすぐにわかるように通知のオンも同時にお願いしますよ。さてさて、公衆トイレとそこに潜む危険について話を戻しましょう。知ったらショックを受けて驚いてしまうかもしれませんが、あなたが公衆トイレで用事を済ませている間に何者かがあなたの姿を覗いているかもしれないんです。私たちの科学技術は日々目まぐるしい進歩を遂げていますが、これが必ずしも良い方向とは限らないんです。新しい道具や機器といったものが私たちの生活を便利にしてくれる一方で、犯罪をしやすくするための道具もまた発明されています。あなたの無防備な姿を覗こうとする変質者たちだって、今ではコート掛け一つでその仕事を終えてしまうんですから。警察は近年、公衆トイレにあるこの何の変哲もなさそうなコート掛けを注意深く捜査しています。というのも、この物体コート掛けという形をしているのは世を欺く仮の姿。上着やバッグをあなたの代わりに持ってくれるということに比べたら、ずっと悪いことを目的として設置されたものなんです。こんなものを見かけることがあったら、すぐにでも化粧室を後にして責任者に連絡をするようにしてください。怪しいコート掛けとそうでないコート掛けを見分ける方法は簡単。普通のコート掛けにはフックが1つしかついていませんが、この悪のコート掛けにはフックが2つついているんです。そしてこのフックの中に隠されているのが隠しカメラ。小さな隠しカメラが写真だけでなく動画まで撮影するんです。これらの道具を使って犯罪者たちは化粧室や更衣室で盗撮を行っているんです。後からこれらの機器を回収した犯罪者たちは、そこから動画をパソコンにダウンロードするだけでいいんですよ。宿女の皆さんは特に気をつけてください。これらの隠しカメラは婦人用化粧室やロッカー、シャワールームなどに設置されるという例がより多く報告されています。ですからあなたのプライバシーを守るためにも警戒を怠らないようにしてください。あ、でももちろん変質者の手口はいろいろあったりするので、警戒は常に怠らないに越したことはありませんけどね。とはいえ、いくらそんなスーパーハイテク隠しカメラがあったとしても、目で見たらわかるじゃないかって思うかもしれません。でも必ずしも目で見つけることが可能であるとは限りません。これらの機器はあまりにも自然に部屋に設置されているため、あなたはそもそもそこに注意を向けないかもしれないんです。しかもこのカメラ、簡単に手に入れることができます。Amazon やネットオークションなどでせいぜい1000円弱の金額を払える人ならば誰でも買うことができてしまうでしょう。またもう少しお金を出せば音声の録音も同時に可能なものが手に入ってしまうんですよ。これらのフック型隠しカメラはデータ転送ケーブルと充電器が付属しています。動画や音声はフックの上部にある小さな穴から記録されます。しかもこの話、まだまだ気味が悪くなっていきますよ。これらの隠しカメラはワイヤレスであるため、遠隔操作で録画することが可能なんです。つまりワイヤレスリモコンを持った何者かが壁の向こうでカメラを操作しているのかもしれないんです。もしかしたらあなたのすぐ後ろの壁の向こうで息を殺して立っているのかもしれません。ああ、鳥肌の立つ話。というわけで、壁のコート掛けが本物か隠しカメラかどうかを見分けるにはこれらの点に注意しましょう。フックが縦に2本あって、その用途が不明なもの、コート掛けが必要なさそうな壁に設置されているもの、瞬く光を感じた場合、これは隠しカメラが録画中だというサインです。光は常にわかるわけではありませんが、注意を払っておくといいでしょう。
これらの異変に気づいた場合はすぐに警察に連絡しましょう。ところで、このコート掛けを見てこんなことを思ったかもしれませんね。なんで公衆トイレで盗撮するために会社はこんなコート掛け型カメラなんか作ったの？というのも、本来この機器はホームセキュリティを主な用途として開発されたものなんです。でも全国の編集者たちはすぐに自分たちの欲求を満たすための道具としてこれらの機器を使用し始めたんです。そんなわけで警察は常にこれらの機器に対する警戒をしなくてはならなくなってしまいました。2016年以来、アメリカ合衆国フロリダ州でもこれらの小さな隠しカメラが化粧室などから発見されるという事件が複数件発生していました。イスラモラダのアンズビーチという海岸では、このフックカメラが公衆トイレから警察の手によって発見されました。キーラーゴ島でもサークル系の女性用トイレから同じものが発見されたということが報告されています。3件目はタベルニエのハリーハリスパークから。これらすべての犯罪で使用されたコート掛け型カメラはオンラインで販売されているホームセキュリティ用カメラと同型のものだったといいます。そしてこの事件はアメリカ以外の国でも発生するようになりました。2017年には21歳のルーク・ホイッティングという青年がイギリスのマクドナルドを出入り禁止になりました。彼はそこでの勤務中、女性用トイレにそのカメラを設置し、同僚の姿を撮影しようとしていたのだといいます。運よくこのカメラは直接の被害が出る前に発見されることとなりました。でも同じ企みを持った者たちが一体何人捕まらずに犯罪行為を成し遂げているのかということについては誰もそのことを知りません。2015年、イギリスであった事件では、ホテルの自室でシャワーを浴びていた若い女性が隠しカメラの存在を発見したということが大見出しになりました。このカメラは通気口に隠すタイプのものだったと言われています。コート掛けはどちらかというとベッドルームに隠さないと分かってしまいますからね。とにかく用心は怠らないようにしてください。しかも怪しいコート掛けなどを全てのトイレや更衣室でチェックしたとしても 100% 安全とは言えません。どうしてかって、今ではあなたの家のテレビや赤ちゃんモニター、しかもこれは驚きますよ、夜間だって、あなたを監視するためにハッキングすることができてしまうんです。製品の安全性テストなどを行うウィッチというイギリスの消費者権利の保護団体による調査では、私たちが日常的に使用する電子機器の15分の8はハッキングが可能だということが分かっています。研究者たちは2025年までに私たちが使用する機器はその750億個がインターネットに接続されることになるだろうと予想しています。これらの機器は常に起動し続けるため、街の通りの監視カメラどころではなく、あなたの自宅の中もずっと覗き続けることに使用することが可能なんです。2017年ではイギリスの幼稚園や販売店、会社や自宅といった場所に設置されたおよそ500機のセキュリティカメラが撮影した映像がロシアのウェブサイトで公開されていたという事件がありました。また2015年ではテキサス州で1歳になる子供のおむつを替えていたベビーシッターが彼女の一挙手一投足を実況する謎の声に遭遇しています。ご想像の通り、この女性は大変恐怖に怯えました。何でもその部屋にあった赤ちゃんモニターがデフォルトのパスワードを変更されないまま使用されていたところでハッキングを受けたのだといいます。ウィッチはさらに安価な電子玩具もまたハッキングが可能であるとしています。犯罪者はその玩具を使用してその部屋の内部の様子を聞くことができるのだといいます。しかも彼らはその玩具を通じて子供と話をすることだってできるんです。なんともおぞましい話。お外へおいでと話しかけたり、想像すらできないような言葉をかけたりと考えると、イギリスのインターネットプロバイダーバージンメディアが行ったセキュリティテストでは、その会社の顧客80万人がハッカーによってデータを盗まれる危険にあったということが分かりました。後にそれらの顧客にはパスワードを変更するよう勧めたといいます。また家のルーターのパスワードをハッカーが入手してしまうことになれば、その Wi-Fi ネットワークに接続された全ての機器をコントロールできるようになってしまうのだといいます。そう、
私たちの生活を便利にしてくれる電子機能付きの夜間だってハッキングされてしまうんですよ。とにかく気をつけて。と、ここまで監視やハッキングの危険について説明してきましたが、ここで大事な疑問。これらの危険から自分を守るにはどうすればいいの？専門家が推奨している方法には2つのものがあります。まず1つ目は、常にデフォルトに設定されたパスワードやログイン ID は変えること。そして2つ目は、使用しない機器のマイクやカメラはテープなどで隠し、サイバー犯罪を行おうとする者たちの手段を物理的にシャットアウトすること。ちょっと被害妄想気味じゃない？ってあなたを笑うお友達だって知らないうちに監視されているのかもしれませんからね。このような犯罪について皆さんはどう思いますか？自分とは縁のない話？それとも身近な危険でしょうか？このようなハイテクのぞき魔たちへの罰則はどんなものが妥当でしょうかね？コメント欄で教えてください。この情報が役に立ったという人はお友達に動画のシェアをしてあげてください。高評価ボタンもお忘れなく。それではまた次回まで。